どうもマサックです。今回は仕事の際に買いましたアンカーワークの M650 ワイヤレスマイクロフォン、こちらをご紹介しようと思います。この動画ではおすすめできる人とかおすすめできない人ですとか、実際の音質のね違いとかっていうところをですね細かにご紹介できればなと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。いろんな YouTuber がすでにねこれね提供でねもらってるという感じなんでね、細かい特徴はねそういった人の動画を見ていただければと思うんですけど、まず結論、おすすめできる人とできない人がおります。おすすめできる人は YouTube を撮ってる人ですとか、インスタとか TikTokとかで縦動画を撮っている人ですとか、あとはその動画を撮る際に、外に出て、ロケでの撮影とかね、1人とか2人とかで喋りながらなんかこう動画を作ってる人ですとか、インタビューとかそういった動画を作ってる人、やらなきゃいけない人ですとか、お仕事でそのウェブの会議ですね、ウェブの会議とかで音質にこだわりたい人ですとか、そういった人におすすめかなと思います。逆におすすめできない人はもうそれ以外だと思いますね。友達恋人家族とかで動画は撮るけれども、別にそんなに音質にこだわってなくて、別に iPhone とかそういったスマホの内蔵マイクだけで十分だよとか、カメラも内蔵マイクで十分だよって思っている人にとってはそんなにおすすめする必要ないんじゃないかなと思います。3万5000円ぐらい実際するんでね、結構お高いものではございますんで、そういった人は必要ないんじゃないの。まず中身のご紹介なんですけれども、付属のケースがついてきております。本体になります。自動で充電もできるケースになっておりまして、中身を開けるとパッカ、中にこんな感じで真ん中にレシーバーがあって、両端に、ピンマイクですね、はい、このトランスミッターっていうのがあります。でこのトランスミッター外して、この2つ真ん中になんかあるんですけど、これがいわゆる USB-C の端子とライトニングの端子になりますね。この端子何かっていうと、このレシーバーの裏側に取り付ける部分があるので、こんな感じに例えばライトニング端子くっつけちゃって、でここにスマホをくっつければ、はい、こんな感じでもうこれでね、ワイヤレスマイクここにくっつけてなんか動画撮れば、もうこれで録画できちゃうっていうような、シンプルな操作性と汎用性がめちゃめちゃ高いっていうのがまず特徴かなと思いますね。はい、あとでちょっと詳しく話します。そしてこのピンマイクのカバーの取り替えですね、色違いの可愛いこの色違いのカバーと、あとウィンドジャマーですね、風防、モフモフなんて言われてますけど、これピンマイクにつけるこの風をね、風のノイズとかを軽減するやつですね。あとはこれカメラとかにつける際にカメラ側のマイクの部分につなげる端子ですね。あとはこの充電をできるこのケースですね、ケースに直接つないだりとかするための USB-C のケーブルっていうのが入っておりました。もう早速デメリット言っていい？デメリットはね、このね付属のケースあるんですけど、個人的にこのケースのデザインがあんま好きじゃないなっていうのはまず点と、あとこれ全部入れるってなるとちょっとね、ギリギリというかパツパツになりがちっていうところが、もう気持ち大きかったらよかったかなと思います。そしたら次に操作性をご紹介しようと思います。まずこちらがケースになります。気持ちちょっとでかいかなと思うけれども、なんか旅行とかの持ち運びとか仕事の持ち運びとかではそんなに苦にはならないんじゃないかなと思います。でさっき言った通り、これパカって開けると、もう勝手にこのレシーバーとトランスミッターが起動するような仕組みになっております。まずレシーバーなんですけれども、正面が操作画面になっていて、すでにこのね1と2のですね、緑のなんか掲示がバーバーバーってなってるんですけど、これもう音が反応してるってことになっております。すでに電源が入っている状態になっております。でここがねタッチパネルになってるんですよね。こうやって例えば右にやるとですね、これ TX1 って書いてあって、いわゆるそのピンマイク1側の音量設定とかができたりとか、1だけ開始することとか、録音開始することができたりとか、でこっち側に回すとこっち2になってるんで、この2側だけをね録音開始したりとか、音量調節したりとか、録音開始したりとか、個別での操作っていうのもできたり、あと上にこれやるとね、同時制御、同時録音するか同時で制御するかなんていうのもできたりしますし、下を押すとノイズリダクションと、サウンド設定ができるということで、例えばこれサウンドトラックを押すと、ステレオかモノラルを選べるようになっていたりですとか、こっちのノイズリダクションを押すと、ノイズリダクションなしか弱か強かっていうところでね選べるようになっております。使い方は非常に簡単で、レシーバーをですね、こうミラーレスカメラなどに取り付ける際は、ここ後ろ側にクリップになってるんですけれども、ちょうどホットシューに合うような設計になってるんで、このままカメラのこのホットシューの部分にサクッと入れることができるんで、これで取り付けは完了になります。ここにマイクの出力端子があるんで、このジャックを差し込んで、カメラ側にもこの本体ジャック差し込んで、こういう感じですね、こことジャックとここのジャックをつなげることによって、このカメラと、カメラ本体との接続が完了になります。長いのが難点かな。でそしたら、例えばこうワイヤレスマイク取ってでこのピンマイクなんですけれども、これクリップ式になってるんだけれども、さらにいいのがこれ強力なマグネットになってるね。こうやって強力なマグネット式になってるの。なので服とかにねクリップとかこうやって挟むことももちろんできるし、こう外した状態でね下に差し込んどいて、マグネットでこう
挟み込むような感じにもできる。それがすごく魅力的かなと思います。で、まあ実際にこれ胸あたりとかにまあ取り付けたと想定してみて、これでもうカメラを動画とかを例えばオンに回すと、録画開始すれば、もうこれでね、動画をしっかり撮れるというようなことになっております。非常に使い勝手簡単ですよね。風が気になるなと思ったら、この風防ですね。まあ、ウィンドスクリーンっていうのかな。差し込み口があるんで、これに合わせてね、このモフモフのこの差し込み口を差し込んでいくと。で、反対側もちょっと穴があるんで、見えづらいですけど。はい、カチッって音が鳴るんで、そうするとこんな感じで毛が生えました。録音するマイクの部分があるんで、集音する場所があるんで、まあ、ここでね、風強い日とか、まあ、海辺とかね、小高い丘とかでもね、この風とかある程度守ってノイズを軽減してくれるような仕組みになっております。はい、続いてアンカーワークの充電ケースと付属の USB-C ケーブルを、パソコンにつないで、さらにアンカーワークのこのね M650 の、ソフトウェアをインストールすることによってパソコンでの管理ができるようになります。まあ、何ができるかというと、まあ、単純にこのレシーバーと、まあ、トランスミッターそれぞれの細かな管理ができるというところですね。まあ、ノイズリダクションとか、サウンドとかっていうのはもちろん普通のねレシーバー上でも操作できるんですけれども、まあ、こういった細かいイコライザーとかの設定とかそういったところもできますし、トランスミッター、そのマイク側で言えばですね、このファイルの保存されたファイルの再生とかっていうのもここで管理できるし、まああとはこのねマイク側の細かい設定っていうのももちろんできるようになります。あとはこのファームウェアの情報とかですね、最新の状態になってるかどうかっていうのも確認できるし、まあ、あと取扱説明書がまあここにありますね。最初ねこの商品自体にも取扱説明書ちっちゃいの入ってるんですけれども、あくまでねなんかそれは細かいところというよりかは要点だけをまとめたものになっていて、取扱説明書に関してはこっちの方がねすごく細かにいろいろ書いてあるんで、まあ、もし最初ね困った人はねこっち側を見る方がおすすめかなと思います。はい、これが今多分5メートルぐらいかな、5メートルぐらい離れてる、聞こえるかな、これがだいたい10メートルぐらい離れてます。10メートルぐらい離れてます。これとかどうでしょうかね。はい、ここは今ねだいたい30から50メートルぐらいかな、離れてますね。だいぶ離れましたけどどうでしょうか。ここにいますね、ここにだいぶ離れてる、多分100メートルぐらいは離れてる感じだと思います。ここら辺とかまだ聞こえるかな、多分聞こえるんじゃないかな。今めちゃくちゃ離れてるよ、これぐらい。はい、これがね最大200メートルまで、まあ、一応離れられることができるということで、まあ、ただね離れてるとはいえこう間に何かこうね障害物とかあったりとか、建物とかの中とかでいろいろ離れたりすると電波が飛びづらいと思うんで、今ねその外に出て何も障害物がないまま直線距離でだいたい100から200メートルぐらいの域で離してはいるんだけれども、まあ、これぐらい聞こえるので、まあ、すごくねやっぱ外のロケーションとか、まあ、なんか外で何か撮りますとか、まあ、YouTube もそうなんだけれども仕事のなんかね外でインタビューとかする際とかでもだいぶね、使えるんじゃないかなと思います。じゃあ実際に音どうなんちゅうことでね、ちょっと音質比べようかなと思います。今これ撮ってるのがソニーの ECM-B10 っていう、まあ、ショットガンマイクなんですけれども、で使ってるカメラがソニーの α7-4 なんで、まあ、まず α7-4 の内蔵マイクとこの ECM-B10 ソニーのマイクとアンカーワーク M650 で、まあ、どれくらい音が変わるのかっていうところをですね感じていただければなと思います。でちなみに天候が今外ねむちゃくちゃ雨降ってます。むちゃくちゃ雨降ってて、これちょっとノイズリダクションかけてるんだけれども、一回ノイズリダクションなしで全部やってみようかなと思います。さあ今これがソニー α7-4 の内蔵マイクでの音声になっております。どんな感じですかね。まあ基本的にこう α7-4 も別に内蔵マイク綺麗だとは思うんですけれどもね、それでもまあだいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。で実際今雨のさーって音も環境音とかも結構、あとこの反響ね、反響なんかも聞こえるんじゃないかなと思います。続いてソニーの ECM-B10 で試そうかなと思います。一応ノイズリダクションはオフにして、指向性も全指向性にしておきます。まあ全部の音を収録できるようにします。じゃあこれ次こいつ、はい、こちらがですねソニーの ECM-B10 のマイクでの全指向性、全部もう360度音拾ってて、かつノイズリダクションは全部なし、フィルターかけてない状態ですね。これだけでも、まあ、内蔵マイクとはだいぶ差が違うんじゃないかなとは思いますね。ただ、さっきずっと動画流してた時よりも、このね、外側の雨のこのサーって音とかね、拾ってるんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。そして次、このアンカーワーク M650 で、まあ、ノイズリダクションはなしにしようかな。ノイズリダクションなしの実際の音ですね、どれくらいになるのかっていうところを調べてみようかなと思います。はい、これがですね今アンカーワーク M650 のノイズリダクションゼロの状態ですね。普通にピンマイクつけてやってますよっていうような
録音レベルになります。どうでしょう、結構雨のサーサーの音とかも、まあ、聞こえてきたりとか、あとこの反響的なものとかもね、ひょっとしたら感じるかなと思います。まあ、ちょっと今日雨ねめっちゃ強くて、でただねその強弱が結構ね時間帯によって激しいから、ひょっとしたらさっきのねソニーガードマイクとかカメラ内蔵マイクとかのちょっと雨の差でねちょっと音も変わってるかもしれないですけど、それだけご了承ください。そしたら次ですね、次今これ撮ってるのがソニーの ECM-B10 の A 指向性、もうこっちだけで、かつノイズリダクションを入れている状態になります。これだいぶ変わってると思いますね。さっき の, 一番最初でずっと動画流してた時の音声みたいな形で、基本的にこの雨のサーサーって音とかのノイズですとか、あとこの反響のね音とかもだいぶ絞れてるんじゃないかなと思います。すごくクリアに聞こえてるんじゃないかなと思います。それとこの後にですね、次このアンカー M650 のノイズリダクション弱と強で、まあ、どれくらいこの ECM-B10 の違いがあるかっていうところをご紹介できればなと思います。いきましょう。はい、そしてこちらがですね M650 のノイズリダクション弱の状態になっておりますが、いかがでしょうか。さっきより雨の音とかね、まあ、少なくなってきたんじゃないかなと思います。ちょっとね雨も今ね止みそうになってきてるんで、ちょっと音変わっちゃうの申し訳ないんだけれども、まあこの部屋の反響とかねさっきと比べてみていただければと思いますし、今ノイズリダクション同士の設定なんで、まあ、ソニーの ECM-B10 とどれくらい差があるのかっていうところもちょっと感じてもらえばなと思います。今このまま強にしますね、ノイズリダクション。はい、これがノイズリダクション強の状態になっております。はい、他のねレビューのを見る限り、ちょっとねノイズリダクションを強にすると音がこもっちゃうようなイメージっていうのを個人的には感じたんだけれども、どうかな。さっきと比べるとちょっとねこもってる感じはするかなとは思うんですけれども、まあ他のねノイズとかっていうのはだいぶ抑えられてんじゃないかなと思います。でこれ今撮ってて気づいたんだけれども、これ正面からねこのカメラ側から見るとその設定がね後ろ側になってるんですよ。撮る側の方にあのレシーバーの設定とか操作があるんで、いちいちねこの操作をするためにこう裏側に行かなきゃいけない、この撮ってる側の向こう側、撮る側の方に行かなきゃいけないっていうのをちょっとねストレスかなと感じましたね。まあただねこう一人でこう撮って、一人でこうやって、録音するなんてことをなかなか、まあ YouTube やってない限り少ないんじゃないかなと思うんで、まあそんなに気にはならないんだろうけど、一人でやる分には結構それがデメリットかなって。正面こっち側にも向いてくれればね、あの操作しやすいかなと思いましたけどね。でちょうどね今ねめちゃくちゃ雨降ってるし、まあその雨の音とかもねどれくらいこのピンマイクで、制限できるのか、ノイズリアクションで消せることができるのかっていうところも試してみようかなと思います。はい、ということで今ねこれマイクつけてる状態です。これがノイズリダクションなしの状態、まあだいぶ雨の音とか風の音とか拾ってると思うんで、これノイズリダクション一気に強にしますね。はい、これが今ノイズリダクション強の状態、ノイズリダクション強の状態、雨すごノイズリダクション強でだいぶ変わったんじゃないかなとは思うんだけれども、どうでしょうかね。はい、で今ねちょっとウィンドジャマーっていうかモフモフつけてないんでね、モフモフこれからつけてみます。風の音がどうなるかもチェックしてください。さあ今ウィンドジャマーつけました。モフモフつけました。どうでしょう。めっちゃ強いけど雨。台風近づいてるからね。モフモフつけた場合だとこれぐらいの、まあ、ノイズ軽減になります。これぐらいって言ってもね、ちょっとこれ撮りながらね確認できないっていうのはやっぱりあれかな。あのイヤホンつければよかったけど、はい、ちょっとどうなってるかわからないけども、だいぶ変わったんじゃないかなとは思います。すごいな今日台風近いから。はい、ということでいかがだったでしょうか。さっきのね雨のシーンとか、あと室内での音のチェックさっきしたんだけれども、俺声大きすぎる若干割れ気味になっていたところがちょっとあったんで、そこはちょっとねご了承ください。なので今だいぶ下につけてます。結構ね下につけて、かつ原因もこれ一番最大まで下げてるんで、声大きめな人とかはなるべく結構おっぱいぐらいの方までね下に下げてもいいと思います。逆に声ちっちゃい人は結構ねこう喉近くまで、胸元の上の方まで持ってきてくっつけてもいいのかなと思います。で他にいいなって感じたのはやっぱり、まあワイヤレスなんで、あのショットガンマイクとかとか比べてやっぱりどこに離れてても結構音はその音の音質っていうかそれは変わらないんですよね。そこがすごくいいなと思いました。であとワイヤレスマイクのちょっと懸念点である、こうちょっと遅れちゃうところ、声と音声が、遅れてしまう、距離が遠くなれば遠くなることっていうところに関しても、まあ、200m ぐらいまでだったら全然余裕ですよっていうのがあって、まあ、実際にあの結構遠く離れて測った時もあの全くラグとかはなかったんで、そこもすごくいいかなと思いました。ただ気になる点としては、ちょっとこのマイク
クなんだけど、まあ、やっぱ主張は強いよね。もう私を見てっていうようなこのデザインなんで、うん、確か YouTube とか撮るとかね、別にマイクついてるのも別に何とも思わないよっていうような、そういった動画であればここにくっつけててもなんかバッチみたいで可愛いなって感じだけれども、なんかこう映画とかドラマとかなんかそういう短編自主で作ったりとかショートムービー作りたいですみたいな人にとってはこういうマイクがバレてしまうんで、そういったところではおすすめできないかなと思います。まあ、ただ汎用性はすごく高いかなと思うんで、まあ、本当仕事にしろプライベートにしろ、こういった YouTube 作るとかショート動画作ってるとかっていう人にとってはすごくおすすめできるんじゃないかなと思います。まあ、それ以外の本当音質こだわらない人に関しては別に買わなくてもいいんじゃないかなと思いました。もし参考になったらいいねですか、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。